ストライクショット、こんにちは、エクストラ軍中のストラ部長とリエクスです。今回ははい、パッまっぺーじゃん重心カセタン使ってみたなんだそのやる気のない顔は。いや、やる気しかないです。ほら、はい、というわけでね、早速使っていきましょう。はい、エデンエデン行きましょう。こちら、はい、じゃん、貫通神キラー M、 魔王キラー M、 ゲージで魔族キラー M、 妖精キラー M、 初の4キラー M、 はい、すごいですね。で、十条コンボが調教毒拡散16に副友情で防御力アップついております。はい、ティターンが神なので、はい、神キラー M がね乗るはずだ。はい、お願いします。シャキッ、おお強っ。毒拡散盾で、はい、神キラー M いきますかね。神キラー M 効くかな。おーじゃあ効いた。ティターン倒した。いいですね。やっぱ繰り返されるのきついですよね、うん、そうですね。あ、うーわー、おーしゃー。え、毒で今天使ほーということで、さっきの毒拡散で、はい、右上のキューピットが倒れました。ました、毒拡散こういう感じでじわじわ削っていけるんでいいですよね。さてで、はい、ではエビルさんが魔王キラーなので、うん、そうサクッと上もね、あれでしょ、妖精たちってことだよね。いい、めっちゃいいですね。めっちゃほらロックをされてる。いきます、はい、弱点貫いてみます。はい、お願いします。じゃーん、すごい貫いてテンションはね、いなくなっちゃいましたね。だって今99万とか出てるよ。すごエビルさん。エビルも1回であれだけ削れたら気持ちいいですね。ね、だいぶ高どると思う。はい、さあ SS ぶちかまそうと思います。これはもうガンガン溜まってますからね。8ターンと12ターンで12ターンの方を打とうと思います。はい、届けるぜ、地獄を支配した極上の音だ。いいんすかこれいいな。サターンこんな全部とぶっ飛ばしちゃうんですか。やばいっすね。やば、680何万だ。じゃあもう貯めたがいいな。すごい SS、 もう一回見直してみましょう。はい、はい、いきます。ここでブロックの下で結構距離もね、はい、短くて届けるぜ、カンカンと弱点を往復できた極上の音だ。魔族キラー M が入って弱点も結構出資して683万と。で、今回これ爆裂なので、うん、属性効果アップも含まれているダメージになるのでこれぐらい出てるんですけど、うんうん、まあ、それなくても普通に魔族の敵とかだと、まあ、普通に強いのでいいダメージは出ると思います。はい、はい、これが12ターンで打てます。打てます。で、12ターンの方はスピードもパワーもアップしていておりますと。で、8ターンの方はスピードアップしているという感じです。ではステータスいきましょう。はい、というわけでステータスはこちらです。いや、はい、ステータスがいっぱいすぎてもうサタンがいないね。はい、ぎゅうぎゅうですね。ぎゅうぎゅうだね。というわけでこんな感じで今回エデンに行きました。はい、魔王キラーとね神キラーが雑魚にね、うん、有効でしたね。そうですね、うん、あと妖精もいましたもんね。はい、はい、で、あとは、行けそうなクエスト、うん、どこにありますかね。イザナギ、おイザナギ、はい、超絶ですね、うん、超絶イザナギがと神キラーが有効で、うんうん、ワープはね SS で対処できるので、うん、なるほど、はい、行きやすいかと思います。確かに SS がね8ターンで打てるから、まあアンチは持ってないんだけども、うんうん、結構それでなんとかね立ち回れそうですよね。はい、あとは何がいいかな、いろんなキラー持ってるんでね。そうなんですよ、いろんなボス行けそう。妖精キラーがあるので、うん、光紫、あー光村雨ちゃんはね、はい、みんな妖精なので、うん、その辺は良さそうですね。はい、確かに。あとは究極だと、うん、バステと神キラー、うん、バステと神か、はい、はいはいはい、神キラーで、あ、サソリも出てくるから、はい、毒拡散もいいかもですね。いいですね、あの毒でね、うんうん、倒せるのでいいですよね。確かに強いよ、うん、はい、というわけでポイント、ポイントはこちら、じゃん、おすすめポイント、神キラー M、 魔族魔王キラー M プラスゲージ魔族キラー M、 そして妖精キラー M、 初のね、うん、4つはいですね、はい、ということでございます。
これすごいことになりましたね。すごいことになりましたよ大地が震えますよ。めっちゃサタン欲しいわ。欲しいですね。持ってないですよね、この2人は。なぜか持ってない2人が紹介することになってしまったでもね、欲しさはね伝わりました。欲しさはね、欲しいという気持ちが高まったということで、はい、はい、というわけで以上、じゃんじゃん、重心化サタン使ってみたでした。ほら全然似てないでしょ。いや見てください、ほらこことあと笑ってる口の感じもこう、あいや、もうちょっと絵うまいと思ってた。お前が言うかプシッということで、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。モンスターストライクは10月10日で3周年、ありがとうございます。ありがとうございます。モンスト公式チャンネルもこれからどんどんパワーアップしていくので、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録は画面下のボタンよりよろしくお願いします。X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。チェック。ではよろしくお願いします。